今日はまだキャンプ市の出店ブースの紹介というか、ちょっと見ていきましょうか。見ていきましょう。めっちゃにぎわってますね。すごいよね、キャンプデコさん。そうやな、はい、一回来ましたね。こんにちは。こんにちは。中取らせてもらっても大丈夫ですか？キャンプデポってあれですよね。大阪にもありますよね。あ、そうです。大阪の大鳥と堺と、ね、はい、あります。ね。はい。一応、江南商事っていうか、ホームセンター江南が、はい、キャンプ用品をちょっと別業態で立ち上げた、はい、お店なので、品揃えも全然、はい、本当にキャンプ道具ばっかりの。保育キャンプって人幕、人幕買いに行ったんですよ。あ、マジですか。はい、そうだ、そうだ、あそこですね。人幕使ってます、はい、結構ネットでしか保育キャンプさんってまだ置いてないんで。そうですよね、はい、実店舗でこう本物が見れるっていうかね。実際このテントもそうなんで。あ、そうなんですか。はい、ワンタッチ式のタープテントですね。へー、結構広いですね。天井も高いし。そうなんですよ、幅も4メーターある。全面フルメッシュになる。はい、まあ、これも巻き上げてるんですけど。あ、そうなんですか。はい、あ、ほんまや、全方向フルメッシュですね。あ、全方向が。はい、すごい。夏とかめっちゃ良さそうですね。そうですね、風通しが。はい、ちょっと待って、これ丸い。そう、丸メスティン。丸メスティンある。ちょっとこれご飯炊いたらそのままいけるやつですよね。そうです、そうです。中にメモリがあるんで、メモリのところで多分内側にメモリがどっち側かどっち側にあるんですけど、それで1号と、はい、半号と、はい、できるようになってる。へぇ、多分蓋の締まりが、うん、そう、安いメスティンじゃない。そうですね、カチッと、はい、トランギア張りの。そうです、そうです。その下にあるのが五徳が同じプラスマニアさんで、はい、はめて上に乗せていただくと分かるんですけど、爪が起き上がってくるんで、おずれない。めっちゃロックされる。全くずれない。おお、すごい、見たこれ、ここ、これでかプラスマニアさんっていうメーカーさんで。すごい、プラスマニアさん、愛知県の、はい、精密機器の会社さんが作ってる、はい、やつですね。すごい。これはオオカミかな。多分クマじゃなかったかなと思って、はい、あ、クマが口開けてるマーク、はい、へー、黒もあるよ、はい、ちょっと一回り大きい。あ、両方とも大小あります。あ、へー、かっこいい黒初めて見たプラスマニアさん。結構あまり他で扱ってない商品をセレクトして持っていけるんで、まあ、トイックさんもそうですし、フィアハンドも置いてる。なんかバーゴさんのこれ初めて見たんやけど。コーヒーもらったの。クロストーブみたいな。ファイヤーボックス。もうこれ小枝とかで焚き火できるやつ。ちょっと待って、軽い、もしかして。めっちゃ軽い。チタンでできてるんで。はい。一応多分焚き火をするとこれぐらい焼けてきて模様が出てきますね。はい、かっこいい。はい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 。めっちゃ軽い、びっくりした。バーゴやっぱかっこいいな。まあ、バーゴといえばチタンなんで。そうですよね。はい、やっぱり軽さと頑丈さっていうかね。はい、ですね。面白い。はい、ありがとうございます。初めて見たやつが何個かあったから。ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔しました。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ちょっと丸のメスティンが気になる。ありがとうございます。はるばる。手作りでこんなの作ってます。ちょっと撮らせてもらっていいですか。あ、はい、どうぞどうぞ。じゃあちょっとサガクラフトさんにお邪魔します。はい、この、お鍋とかもですか？あ、この鍋は、もうディスプレイなんですけれども、こういう風に使うよ、みたいな。はい、うちでやってるのがこのアイアンでできた焚き火が楽しくなるアイアンギア、焚き火の鉄夫くんというものを作ってます。へー。僕は焚き火で調理をおすすめしてて、はい、でそれで焚き火の調理ってでも火力調整がすごい難しいと思うんです。確かに、はい、なのでこういった五徳を左右にも動かせれるし、こういうふうに上下にも動かせれるっていうのがありまして、はい、でこういう形状してるので、うん、
こういう、中華鍋、うん、これも置いて焚き火の高火力でチャーハン作ることができる。なるほど。中華鍋使わなくていいときはあのホームセンターさんでよく売ってる28センチの焼き網がちょうどハマるので、あのバーベキューもできますし、で、焚き火の調理が終わった後ですね、はい、ボール皿とか置いてもらって、はい、でここちょっと曲げてるのでトングも置けます。なのでサラダとか持ってはいこれ食べやーっていう風に焚き火囲んであのみんなに回せることもできます。へーすごい。であとは、はい、焚き火で調理するときって、うん、あの焼き加減が暗いときとかよくわからないじゃないですか、はい、なので上にこういう風なハンガーを持ってきてるので上から照らせれる。あの火柱が上がったときにはちょっとランタン燃えないように気をつけないといけないんですけど、はいはいはい、そういうことが可能です。で実際に地面に刺して使うこともできるんですけど、はい、今日みたいにこう足元ジルジルのときとか、はい、下コンクリートとか刺せないときはこういうふうに三脚を立てて、あのどこでも使えることができます。でコンパクトにできるのでこれが収納したバージョンですね、まあ、だいたい5キロぐらいでしょうかね、はい、ぐらいになるので、まあ、あの車がある人は積むこともできるので、なるほど。で僕はこれをあの実際にバーベキューとかで使ったりもするんですけど、個人的にはここに椅子立てて、これを机にしてここで食べるっていうのを、はい、することもできるので、まあ、焚き火してる間ずっと使い道があるという、調理だけじゃなくてこれだけで済むみたいな、はい、素晴らしい、考えられてる。すごい、ね、焚き火が好きすぎて欲しいものを盛り込んだらこういう形になります。なるほど。焚き火の鉄夫くん、鉄夫くんです。どうも感じやからね。そうびっくりした、はい、これからの焚き火の家シリーズでどんどん面白いものを作っていこうと思うので、はい、はい、楽しみにしています。わあすごい、ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかった。 あとあの狩猟でうちあの鹿も売ってたりするので、はい、そういったアクセサリーとかも、あのされてます。焼きを、はい、空薬莢、ライフルの空薬莢にこの白いのがあの鹿の角の削り出しで、これは柿の木で、これがシタン、コクタンっていう風に木で作ってます。へー、おすごいな。こうやってキーホルダーにして、はい、キーホルダーにもできるし、はい、あのネックレスみたいに、あ、はい、あのどっちでも選べるように用意してます。お好みで選べるように。ほんとや、すごー。私が作ったファイヤースターターと、私が作ったファイヤースターターと、はい、すごい作ってます。かっこいい。あと、ちょっと女性向けにあの水引き紐で作ったあのノンホールのピアス、はい、もあの作ってます。ちょっと無骨すぎるのでちょっと女性的なもの、花を添えて、花を添えてみました。なるほど、面白い。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。こんな風にあの泥臭く手作りでずっとやってるあのサガクラフトです。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。わ、面白い。アイアンはやっぱ焚き火周りいいよね。これはなんて読むんですか？こっちが投稿ワークスで、はい、下がネイチャーアーツですね。投稿ワークス。はい。こっちは焚き火台を中心に販売してる方で、はい、下が、まあ、僕のブランドで、はい、あのウッド系のテーブルとか中心に作って販売してる。あ、どうぞどうぞ、よろしくお願いします。かわいい、この色味。今回全部人気で、あのこれの他にサイドテーブルが2種類あったんですけど、はい、それを全部もう昨日のスタートで完売して、でこいつはちょっと在庫多めに持ってきてたんで、はい、でももうあと1個で完売って感じですね。いや、ありがたい限りですよ。すごいですね。めっちゃ作りながら、あ、そうです、これ作って YouTube やって、で、まあ、他にも、あ、アチリツキャンプと申します。よろしくお願いします。はじめまして、ファイティアオチャンネル。ファイティアオチャンネルです。はい、よろしくお願いします。今日僕らあの YouTuber 枠でーすよね。あの YouTuber 枠でYouTuber かなー、YouTuber って言っていいんかなー。はい、ちょっとまだ そこまで達してないです。あ、もうあの一本あげたら YouTuber なんで。そうですか。はい、かっこいい。
この色味めっちゃ可愛い。そうこれ女性の方にすごい人気 でしかもあの杉の木で作ってるんですよ、国産の杉で、なんで軽いんですよ。あーなるほど。なんかよくあるのがウォールナットとか、うん、ああいう重い丈夫な木でっていうのが多いんですけど、あれだと重くなるし、はい、金額も多分この倍以上になっちゃうんで、はい、このテーブルは可愛いな。女性の方にめっちゃ人気ですよ。これはもう絶対人気あると思う。さっき奥の視聴者さんが後から買いに来ますって言ってずっと来ないもんで、あ、いなくなっちゃったかなって緊張するわありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございましたお願いします。わー、このシェードがめっちゃ可愛くて。可愛いんですよ。めっちゃ可愛い。ガラス。ガラスです。いや。はい。奈良の橿原の職人さんが手作りで作っていただいて。へえ。すごい。今回イベント限定でスペシャルカラーオーダーで、あちらにガラスがあるんですけど。はい。6面全部描いていただいて。好きな色。ぜひぜひ。中富ベースロゴ入りっていう。へー、あ、かわいい。かわいい。中富ベースって書いてる。白とね、なんかもう色なしで、もうちょっと。これはこれでかわいい。うん。この中から選んで作っていただきます。へー、かわいい。へー、いや、すごい。いや、ちょっとハーブティーいただこうかな。いただきます。綺麗な色。え、美味しい。うまっ飲みたい美味しい。すごいなんかカーンってくるけど後味がすっきりしてる。そう、砂糖入ってないけど甘い。甘い、うん、風味がすごい、甘みがくるし。不思議。これ好きかもしれん。あの紅茶に近い、でもすごい風味がすごい。そう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 。うん。うまい。飲みやすい。うん。すいません、私これかわしていただいて。おいしい。ありがとうございます。かわしていただいてよろしいでしょうか。オリジナルというかこのシートパックの。あ、無洗米。奈良の奈良県産日の光でシールドパックにしていただいて、ちょうど1号ぐらい。あ、1号入ってるんですか。はい、これも5つ星お米マイスターさん厳選の。あ、そうですかじゃあそれとハーブティーをどうしよう、私もあかんやつやこれだって1パックでね、あのお湯で400ぐらい取れるんで、はい、はい、結構。あ、そうなんですか。はい、飲んでもらいます。すみません。嬉しいです。ありがとうございます。あの、かわしてたと。すみません。そう、僕のもとに。コーヒーの売り上げがもう、こっちに消えてしまうという。かわいいですね。ワッペンも作ったんですよ。すごいですね。え、ワッペンかわいい。ワッペンも作ったんですよ。ベルクロで。おー、すごい。かわいいです。かわいい。貼れるし。そうなんです。カバンにね、結構ベルクロついてて。へー。かわいい。1100円で、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。レシートです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。プライベートでいただきます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。はい、奈良県のセレクトショップ中富ベースさんにお邪魔しました。ありがとうございます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 。また、ぜひ店舗の方に覗いていただきます。また、寄らさせていただきます。ありがとうございました。お邪魔しました。とても可愛かったね。可愛かった。すごい。すごい。撮らせていただいてよろしいでしょうか。エンリッチさんにお邪魔します。エンリッチさん。そう、焚き火台がちょっとこの柄結構独特で可愛いかな。水平だ。上を向いて焚き上がってる。上向いてもいい。うまい。ほら。
めっちゃ可愛い。そういうなんか意味を知ってしまうと可愛いって思う。なんかすごい幻想的。ここがすごい綺麗。めっちゃ細かい柄ですよね。これあれじゃん、 S 字フックみたいな感じ。そうです、 S 字フックです。めっちゃ可愛い。このあ、これがアウトドアモンスターですね。アウトドアモンスター、はい、めっちゃ可愛い。え、この焚き火だ。え、そうです、はい、まあ、エンリッチのアウトドアモンスターを作っていただきました。へえー、可愛い。これこんな感じになります。渋かわいい。これはあの私物なんですけど、これをここに置いてたらこのタンブラー売ってるんですかって言われて、いや、はい、シール貼ってるだけなんです。カッティングステッカーみたいな感じですか。そうですね、それよりもかなり細かいんですけど、ちょっと私これ欲しいです。いや、私も欲しい。めっちゃかっこいいんだけど。え、めっちゃ可愛い。でも黒白でこんな感じです。あー、私こっちかな。貼るものによって変えた方がいいですよね。まあ、もちろんそうですね。白にこれ貼ったらね。いや、でもやっぱり好みで黒に黒とか貼られる方もおられます。だからそのなんか微妙に見えるか見えないかがいいんだっていう方もおられて、まあ、少数だと思うんですけど、そういう方もおられますね。迷う。え、車に貼る？コンテナに貼る。コンテナに貼る。コンテナに貼りますか。うん。じゃあこの黒と、はい。あ、それもいいかな。No。カラーの白と単色の黒ですね。はい、はいはい、ありがとうございます。ネットショップだけでやってて、あと時々こういうイベントに出店してます。はい。次はフィールドスタイル出店させて。11月の。そうですね。はい。あ、そうですね。はい。エンリッチさん。エンリッチさんです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。パンフレットも。はい、お願いください。ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、すごい。あーあー、ローはローで、これ焚き火の時めっちゃいいかも。そうそうそう、焚き火はね、ローの方がいいだろう。うーん、マルチかオリーブイン、どっちもいいわ、はい、焚き火用とご飯食べる用と。これブラックエディション。めっちゃかっこいいよ。めっちゃかっこいい。これストーブ出した時はこれがダストボックス代わりになるって。困っちゃう。これもストーブ入るんですか。そうそう、ディアミッションにベストサイズ。これはリーちゃんが撮ったやつ。ああ。ディアミッション入れる。なんか蜂がおる。オケラ、オケラも住み込むぐらい居心地がいいですよね。居心地がいいですよね。オイルランタンの入れるケース、こういうやつ。あ、なんか、これステージにしてる。コロボ、ちょっと、はい、ネジネジしお邪魔します。花場さん、いいね。今気になってるのはオイルランタンケースと、もしパセコ買った時用のストーブのケースで、ね、あの場さんでした。さすがの安定感でした。ちょっとワットモットさん激アツなんですけど、こんな感じで、あの仕切りがビリビリやから、マジックテープで幅変えたり、いろんな
可能性秘めてる。ベアボーンズのランタンがちょうど入るみたいなんですけど、これいいな。スミスキャンプさんが使ってたのはこれ。あ、そうなんや。これです。こっちの超おすすめ手段。いや、これも見て、こことかにさ、いろいろいろんな可能性秘めてんの。ここも幅変えれるし、もう何やったら取って使ってもいけるし、すごいな、これ結構ここも横もしっかりしてる。だから上に積んだりとか、2つあったらこうやって積んで使ってもいいよな。へえ、いろんなサイズあって、その使用用途で使い分けれるっていうのマルチやね、それこそ。クモポケット、クモポケット。え、これなんや。あ、なるほど。これ開けたらパターンってなるんや。おー、はいはいはい。あー、なるほど。使えへんときは収納が細いところに収納できるっていう、考えられてる。あ、全部が、これも、面白い。こんなテレビ糸で見た、あのリーキの、これ、ほら、なんかこの鉄の部分がしっかりしてるから、自立がすごい、自立してる。四色展開めっちゃ可愛いよな、うん、黄色がまた可愛い。これは全部ね、サイズが実はカラクリがあって、はい、これが2つ分あるし、さらにこれはここに2つ、入る。なるほど、2つは入る。すごい。じゃあこれ出したら、これゴミ箱代わりにも使えるんじゃない？そうですね、ゴミ箱代わりに使える方もいます。袋入れて、うん、え、めっちゃ可愛くない？うん、え、でもこれ1個買い出したらもう沼やんな、またこれもこれもみたいなこれも折りたたみます。畳んで、もう本当にこれぐらいの幅に。じゃあ使わないときはもう収納が、めっちゃ考えられてんねんけど。すごいな。こちらの商品もワンタッチラケットに直接つ、へえ、はい、全て、まあ、基本的にその親和性を持たせるっていうのがコンセプトですね。これはでも、そうやね、これちょっと気になってて、ね、うん、なんかマーメイドシーフル的な、これ夏限定の商品で、セミビエとかに使っていただけるように、はいはい、例えばこのフレームの、これはまあ鉄なんですけど、これもステンレスに変えて、錆びにくい素材に変えてあったりと、いう風な工夫がこの商品も入っている。あとは、まあ、こういった形で照明入れて、ランタン代わりに、おー、リフレクターを使ってはる方もいらっしゃいます。すごいですね、はい、はい、いい感じでこう反射してめっちゃ綺麗。もうそれこそもうお客様の方からいろんな使い方の提案を逆にいただけるっていうのを、こうしたら綺麗よって。そうですね、なんかここにいるけど綺麗っぽい。うん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 、うん、あ、めっちゃいい。これちょっと欲しいな。ちょっといいですね、うん。
印象ね。なるほどね。もうこういった。ちょっとこれ2つ。おお。4つですね。計4つ入る。はいはいはい。おめっちゃいいな。へえ。このワンタッチバケットという商品を軸にしていろんな商品今度この新幹線を持たせる。一つ買うとこれもあれも欲しくなるっていう。もうランタンの間と一緒やんか。コンテナの間、新しいコンテナ。コンテナの間やね。コンテナの間。ハマっちゃいそう。ハマっちゃいそう。これはちょっとハマってしまいそう。これは。これ怖いね。考えるしかないですよ。考えよう。ちょっと、うん、考えよう。これ欲しいな。うん。ちょっと午後の部分。午後の部分、ちょっと。考えまとめてます。はい、ありがとうございます。お邪魔しました。いや、面白い。え、ワットノットさん、やばい。透明怖いですね。透明怖い。透明なんて、難しいよなって思ってるけど、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。ちょっと、午後やから。休憩しよう。ご飯食べよう。はい。Nice Bellinis and three letters, what they call us. She in bikinis, I make it rain in her forest. Tropical forecast, where the water be the purest. Can't get back time watching your wrist, stay nourished. All that music brought us and it taught us. Spread it to your sons and daughters, cause my duffel bag filled to the teeth. When I look at what I see.